皆さんこんにちは、成沢博之です。先ほど安倍総理から緊急事態を宣言する、記者会見がありましたけれども、大変なことになりましたね。この1個前の動画投稿したのは実は5日前なんですよ。結構コンスタンスに動画投稿していこうかなと思ってたんですけども、前回の動画を投稿し始めたした後からですね、結構情勢というかそういうのがだいぶ変わってきて、自分がやりたかったのはやっぱその撮影現場に行って撮影しているところを実際操作とか、を見せながら現場感のある動画をお届けしたいなっていうふうに考えていたんですけども、だんだんとですね、その自粛ムードが高まってきてるじゃないですか。で、外出イコール悪というか、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、なんかそういうふうに感じ取れるような空気にもなってきてた気がして、なかなか自分のやりたいことができずにいました。で、まあそんな中でも、やっぱり今ね、その私の周囲の方々からもすごく今が大変だ、辛いですっていうお話を聞くことが多くて、そういった、ことが目立ってくると、やっぱりまあ辛いなというか、なんとかこの事態が収束してほしいなという方に思うんですけども、ひとまず今は、まあ、みんなで外出を控えてね、我慢するしかないというのがありますので、なんとかこの場を乗り切って、元の生活に戻れるように、一刻も早く元の生活に戻れるように、みんなで力を協力し合いながらこの困難に立ち向かっていかなきゃいけないんだなというふうに思ってます。まあ、実際私も何ができるわけでもなくて、本当に家にいることしかできないんですけど、せめてね、その皆さんのその退屈しのぎでもいいですし、ちょっとでもね、心にゆとりが生まれるようにですね、私のまあ動画をお届けできたらなっていうふうに今は考えています。なので今日はこうやって自宅で収録することを決意いたしました。温かく見守っていただければなと思います。というわけでですね、状況何も変わりませんが、前向きにポジティブに明るくちょっとでもなっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、では、今日の動画の内容に移らせていただきますが、ここまで3つ動画を実は投稿させていただきます。私のチャンネル、昔の私の音楽活動も全部入っているのでちょっとめんどくさいんですけど、こう直近の3つ動画を投稿したものがですね、まず1つ目が、Welcome to the Time Lapse World っていう作品ですね。タイムラプスとリアルタイムの動画を混ぜた、作品を、投稿させていただきました。で、2つ目が、イルバ川の春っていう動画作品ですね。で、3つ目が先日、直近で投稿した、冬景色の中のタイムラプス撮影の機材とか撮影風景とかをまとめたもの、この3つ投稿させていただきました。で、あの1つ目の動画作品はですね、やっぱりみんなに、このチャンネルのことを知ってもらおうと思って、すごいなんか楽しそうなことやってるなっていうのを伝えたくて、まあああいう風に、動画を作ったんですけども、まあ、私は音楽も作っていて、音楽はまあ楽しくやろうっていう風に内意識でこうやったら、だからパフューム調に今回はなったんですけどね。で、まあ、あの実際私がこう撮影しながらなんかこう自撮りしたやつとかがあったので、そういうのを織り交ぜながら、そのビフォーアフター、撮影風景と撮影した後の結果のタイムラプスっていうのをこう比較して見れるような感じで以上作ったものが、まあ、あの作品になります。で、2つ目は通常の動画作品なんですけど、私フジフィルムさんのアカデミー X っていう講座セミナーがありまして、そこで、まあ、月に、何ヶ月に何か1回かとかのペースで、講師を担当させていただいてるんですけども、今年からですね、動画もやることになりました。で、動画は基本的にはまあ初心者向けのセミナー、私も勉強中の身なので初心者向けのセミナーっていうことになるんですけども、自分のその動画作品っていうのがなかったので、まあ、それあれをアップさせていただいたんですよね。で、あれに関しては、まあ、今後も私ちょいちょい動画作品投稿させて
いただきます、自分の勉強も含めてですね。なので、そこは温かく見守っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、3つ目が先日の、現場感のある動画ですね、ああいうのを やりたかったんですよね。なんですが、今日はですね、まあ、ご自宅じゃないや、自宅から、お届けしてますので、ひとまずその最初のその Welcome to the Time Lapse World っていう作品を見ながら、タイムラプスについてちょっとお話ししようと思います。ひとえにタイムラプスといっても、まあ、初めて見る方もいらっしゃいますし、タイムラプスもうやってるよっていう方もいらっしゃる、まあ、いろんな人がいらっしゃると思うんですけど、まあ、ざっくりとですね、タイムラプスでどういう種類があるのかなというのを説明しようと思います。まあ、私このチャンネルでいろいろ配信したいのが、まあ、タイムラプスの情報だけじゃなくて、成形写真や天体写真とか、まあ、機材の情報とかもお伝えしたいなと思ってるんですけども、ひとまず最初はタイムラプスから切り口が入ったので、引き続き今日も、タイムラプスでお話しさせていただきたいなと思います。タイムラプスってまず何かっていうとですね、タイムラプスっていうのは時間の経過を表す言葉です。で、まあ、例えばですね、こう2時間3時間の雲の動きとか、光と影のこう動きとか、星空の動きとか、そういうのを数秒に圧縮できるっていうのが、タイムラプスの特徴で、普通に生活して見ていたんじゃわからない変化がもう如実にわかるっていうのがタイムラプスの一番かっこいいところですね。この時間の変化なので、時間の経過が伝わらないタイムラプスっていうのはタイムラプスにならないので、普通に動画で撮った方がいいことになるんですけども、いかにそのタイムラプス感というか、時間の経過を出すために何を被写体とするのかっていうのが大事で面白いところになっていくんですけども、基本的な撮影技法はコマ撮りですね。インターバル撮影、例えば5秒とか10秒とか30秒おきにこう1枚ずつ写真を撮っていって、それを後で動画にするという流れになります。で、大体1秒に対してまあ30枚ぐらい写真を使っていて、1秒で30枚ですから、5秒の動画を作りたい場合は150枚撮影する必要があるんですけど、写真をたくさん撮るジャンルになります。よく聞かれるのが、動画を撮ってそれを早送りすればタイムラプスなんじゃないですかって言われるんですよね。その通りなんですよ。なんですけど、動画だとデータ量がめちゃめちゃ半端ないデータ量になっちゃうんですね。それこそ数分ならいいですけど、それこそ3時間撮ってそれ全部早送りするってすごく効率悪いですし、データ量も多くなっちゃうので管理が大変なんですよ。それだったら写真で撮っちゃえばっていうのが、タイムラプスなんですね。なので基本的には、カメラで、撮ったものがタイムラプスになりますし、星空とか、そういったタイムラプスの動画になりますと、スローシャッターですね、光をたくさん取り込む一眼カメラならではの機能を使ってのタイムラプスなので、一眼カメラじゃないと表現できないタイムラプスっていうのは結構あるんですね。星空だけに限らず、こう滝の川の流れですねが、こうなんていうか、スローシャッターで均一化されたような感じのタイムラプスとか、一眼カメラで表現できるっていうことですね。で、このタイムラプスなんですけど、非常に最近カジュアルになってきました。スマートフォン、私が使っている iPhone でもタイムラプスっていう機能がありますし、SNS とか TikTok とかね、インスタとかそうですけど、そういったものの中で結構流行ってる、よく見るのが、学生さんが自分が勉強しているところをタイムラプスでアップしてたりとか、あとは絵を描いてる人が、こう筆を位置からつけてから絵が完成するまでをタイムラプスで撮ってたりとか、かっこいいんですよね。すごく身近なところにタイムラプスっていうのが浸透してきてるなというふうに感じます。で、プロ向けというか、ちょっともうちょっとハイエンドな目線で見ると、オリンピックに向けて 8K とか、まあ、16K なんてことも出てきますけど、動画の画素数がどんどん増えてるんですね。一般家庭であるハイビジョン、HD 画質と言われるものですね。それは、だいたい200万画素。で、次 4K。まあ今 4K にどんどんなってきますけど、4K が800万画素なんですね。で、8K が3300万画素だったかなになるんですよ。なので、8K のモニターとか、テレビがまあ仮にあったとして、まあそれに映像を流すためにやっぱり 8K の映像が必要なんですけども、
8K を表現できるビデオカメラっていうのがまだまだ高いし少ないんですよね。まあ、その中、カメラのタイムラプスであれば3300万画素以上あればできちゃうんですよ。限られた機種になりますけど、ニコンの、D850Z7 とか、ソニーの α7R4、それから富士フィルムさんの GFX などなどですね。そういう、画素数が3300万画素以上あればいいのかな。ギリギリペンタックスの K1 マーク2が、まあ、それに該当するような感じなんですけども、ちょっと画素数が多いのが、特徴で、まあ、限られてくるんですよね。去年の年末ぐらいからですかね、その 8K の素材のお話っていうのが結構増えてきてて、私もいくつかその 8K 素材を持ってたので、そういうのを提供させていただいたりっていうのがあったんですけども、まあ、そういうハイエンドの目線でも、最先端の映像技術を、まあ、生かすツールとしてタイムラプスというのが、人気になってきている感じですね。はい、で、今日はですね、その先日投稿させていただいた Welcome to the Time Lapse World、 ひとえにタイムラプスといってもどんな種類のタイムラプスのがあるのかなっていうのを、ここから説明していきたいなと思います。